ナンバーアンダーラインアイファンの狂乱的な広報活動。彼らがコーチェラで展開した広報活動は、単なるファンによる活動ではなく、まさに文化交流そのものだったと言えるだろう。ナンバーアンダーラインアイという名前を聞いたことはあるだろうか彼らの音楽に耳にしたことがある人もいれば、まだ彼らの存在を知らない人もいるだろう。しかし、 世界中のファンたちが彼らを応援するために繰り広げている熱狂的な広報活動を知ればきっと彼らの音楽に興味を持つことだろう。彼らのファンは単なるファンを超えまるで文化大使のようにナンバーアンダーライン愛の音楽と日本の文化を世界に発信しているのだ。彼らの熱意は単なるアイドルへの愛だけでは説明できない。それは自分たちの国や文化への深い愛情。 そして、それを世界の人々に知ってもらいたいという強い願いから生まれている。まるで、文化の架け橋を架けようとしているかのように、彼らは精力的に活動している。彼らの活動は、アメリカで毎年開催される巨大な音楽フェス、コーチェラ、で鮮明に現れた。ナンバーアンダーラインアイのアメリカ在住のファンたちは、地元の友人たちを招待し、ナンバーアンダーラインアイの音楽を聴かせ、 彼らの文化について語り、日本の魅力を伝えたのだ。この活動は、単なるイベント参加ではなく、まさに、広報活動だった。彼らは SN、SNS を活用し、写真や動画を共有することで、ナンバーアンダーライン愛の音楽と日本の文化を世界に発信した。その結果、ゴーチェラ会場では、ナンバーアンダーライン愛のファンが続々と現れ、彼らの音楽が響き渡るたびに、 会場全体が熱狂に包まれた。彼らの活動はただ単に音楽を広めることにとどまらない。それは文化交流、国際理解、そして平和への願いを込めた壮大なプロジェクトと言えるだろう。彼らは音楽を通して異なる文化や価値観を持つ人々同士が理解し合い、尊重し合う世界を築きたいと考えている。彼らの活動は国境や言語を超えて 世界中の人々に感動を与えている。彼らの音楽は人々の心をつなぎ、共通の喜びや悲しみを分かち合い、希望を共有する力を持っている。彼らのファンはこの力に魅了され、その魅力を世界に広めたいと強く願っているのだ。彼らがコーチェラで展開した広報活動は単なるファンによる活動ではなく、まさに文化交流そのものだったと言えるだろう。 彼らは自分たちの国と文化への愛情を込めて世界の人々にナンバーアンダーライン愛の音楽を紹介し日本の魅力を伝えたしかし彼らの活動はスムーズに進んでいるわけではなく様々な課題に直面している文化や言語の違いによる誤解外国からの干渉や影響に対する反発など乗り越えるべき壁は少なくないではどのようにすれば 彼らの活動をより良いものにしていけるのだろうかそれは、互いの文化や価値観を理解し、尊重し合うことから始まる。積極的にコミュニケーションをとり、対話することで、お互いの理解を深めていくことが重要だ。彼らの活動は、単なる、ファンの活動ではなく、文化交流として認識されるように、社会全体で理解を深めていく必要がある。そのためには、 メディアや教育機関などが積極的に協力し、彼らの活動内容や意義を広く発信していくことが重要となる。彼らの活動は私たちに何をもたらすのだろうかそれは単なる音楽を超えた大きな可能性を秘めている。彼らの活動は異なる文化や価値観を持つ人々が理解し合い、尊重し合う世界を築くための大きな一歩となるだろう。 彼らの活動は私たちに何を教えてくれるのだろうかそれは人々の心をつなぐ力、そして世界を変える力を持った音楽の存在だ。彼らの活動は私たちに音楽の持つ可能性、そして文化交流の重要性を改めて気づかせてくれる。彼らの活動は私たちに何を問いかけるのだろうかそれは私たち自身の心の広さ、そして 異なる文化や価値観を受け入れる心の準備だ。彼らの活動は私たちにより良い世界を築くために私たち自身に何ができるのかを問いかけている。彼らの活動は私たちに何を期待させてくれるのだろうかそれはより理解と尊重に満ちた世界、そして音楽が世界をつなぐ力となる未来だ。彼らの活動は私たちに 希望と可能性に満ちた未来を期待させてくれる。ナンバーアンダーライン愛のファンたちが世界中で繰り広げている広報活動は、彼らの音楽と文化を世界中に広めるための素晴らしい取り組みだ。彼らの活動は、日本の才能を世界に認めさせ、世界中のファンとつなぎ、異文化理解を促進する力を持っている。彼らの活動が、これからも世界に希望と感動を与え続け、 より良い未来を築くための礎となることを願っている彼らの音楽が世界中に響き渡り人々の心をつなぐ架け橋となることを願って